どうも、なおちんです。さあ、今日もメガトンキューブ差しやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は超ド級ミッションやっていこうと思います。行く場所なんだけども、真ん中、空を切り裂く翼、だね、マンタ G を倒すんだけども、マンタ G、今ね、かなり倒して、95体です。95体も倒しました。これ、100体倒すと、どれぐらいの最高ランクの装備が出たか、それをね、お見せしたいと思います。もうすでにいくつか出てるんですけども、100体倒すと、どれぐらい出るのか、それをね、お見せします。それでね、どれぐらいのドロップ率なのか、わかると思いますよ。では、とりあえず、あと5体か。あと5体倒しましょう。では残り5体スタート。もうだいぶ慣れたね。もう戦うのはほんとめちゃくちゃ慣れた。うん、ずっとこれ倒してるからね、まあ、これとまあキメラとかもね倒すんだけど、こいつはね結構多めに倒してます。簡単だからね。うん、すごく楽なんで、こいつは結構倒してますね。はい、どれだけ早く倒せるかっていうのを、まあ、自分の中でねタイムアタックしながらやってます。今の最高記録が35秒ぐらいじゃなかったかな。うん、多分ね最高ランクのちょっといい武器が出れば多分30秒切れそうな気もするんだよね。でも運が絡むんだよね。クリティカルがどれだけ出たかっていうのでだいぶ倒す時間が変わってくるので、うん、運が絡むんだよな。さあ今回は36秒、ベストタイム34秒だね。はい、まあこんな感じで残り4体倒しましょう。はい、残り2体。これ分かった、1周ローディングとかも入れて2分だわ。1周2分で終わります。100体。え、200、なかなかかかるな。3時間以上かかるんかい。あー、同じく34秒か。あと4秒。うーん、短縮なかなか厳しいね。それではラスト100体目いきましょう。ちょっと最短でも狙っていくよ。最短で狙っていきます。いけ、よっしゃ、よし。あ、全然最短じゃないわ、全然最短じゃない。遅い遅い、いかんねー。一回ダメージ食らい出すとこの満タンの時のダメージアップが消えちゃうからよろしくないんだな。よっしゃ、あーダメだ、クリティカル出らん。はい、まあ、とりあえず100体倒しました。最後出るか、これでいいのか。出ない、外れですね。やっぱりそう簡単に出るものではないっぽいね。それでは今ので100体間違いないでしょう。100体だよね。うん、撃破数100。マンタジーを100体倒してみました。で、出た最高ランクの装備品お見せしましょう。まずはこの3つです。ショットガンしかね、こいつから出てこなかったんだよな。蒼月。これが3つ出てきました。そして、これだね、武蔵王ボディ。あそこって遠距離武器しか出ないのかなと思ったら、あそこいろんなもの出るらしい。むしろこのアイコニックレジェンダリーはいろんなところで出るらしいんだよね。でも俺はね、超ド級でしか出したことがないんだよな。まあ、とにかく、これ出ました。以上でございます。なんと、100体倒してアイコニックレジェンダリー4つです。4つ。俺10体倒したら1個ぐらい出ると思ってたら、なんと20体に1個ぐらい
です。20に1個か。なかなか厳しいね。まあ、中では、ボーナスが、入った時にクリアしたものもあって、もしかすると、ボーナスなしだったら、30回回って1回とか、それぐらいの可能性もありますね。まあ、とにかく、全く出ません。100体倒しても、4つしか入手することができませんでした。まあ、これ確率だから、それ以上出ることもあると思うんだけども、とりあえず、出たものは、武蔵王ボディ、1つ。そして、蒼月、これが3つ、でした。これはね、全武器種の、全属性を入手しようと思うと、めちゃくちゃ時間かかるね。でもまあ、とりあえず、全武器種は入手したいと思うので、まだまだやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。